はい、こんにちは。今日ご紹介する食材がこちら、マグロの目玉。はい、というわけでマグロの目玉ですね。右か左かは分かりませんが、インターネットの記事だとあまり市場に出回らないみたいですね。なので今日見つけたので買ってきました。198円です。ちょっと見た目はグロいんですけど美味しいらしいので食べてみましょう。もちろん料理も食べるのも初めてです。大きさの方は手のひらに収まるぐらいの大きさでしょうかね。そんなに大きくはないです。食べ方なんですけど、これもインターネット見たら煮付けがいいみたいなので煮付けにしていこうと思います。はい、それではまず最初はタレ作りからですね。鍋に水を入れます。で、火にかけます。続いて調味料を入れてきます。はい、そしたら目玉を入れてきます。なんかパックから出したら余計にグロく見えますね。この後ろとか結構食べる部分ありそうですね。はい、落とし蓋をこの後作るんですけど、その前にこの目玉にこのタレをちょっとかけてなじませます。なんか見てると痛そうですね。目に熱いタレをかけられて。目玉にタレをかけてごめんなさいね。はい、そしたら落とし蓋を上からかけます。このマグロの美味しい匂いがするね。はい、それでは出来上がったみたいなので落とし蓋を取ります。オープン。なんかもう最初見た目玉の形じゃなくなってるけど、ずいぶん形変わったな。まあでも目玉よりはこっちの方がまだ料理っぽく見えるか。でね、まだタレが結構残ってたので火にかけてちょっとタレを飛ばします。はい、これぐらいでいいでしょう。それでは完成したマグロの目玉をお皿に盛り付けていきます。はい、それではマグロの目玉の煮付けが完成したので食べていきましょう。これはどっから食べればいいんでしょうかね。どこが食べれてどこが食べれられないのかちょっとわからないですけど、ここかな。まずね、匂いがいいんですよ。このマグロの香りとこの甘辛く煮込んだ醤油のタレの香り、これが非常にいい匂い。うん、美味しいですね。すごいね、脂が乗ってて魚じゃないみたい、鶏肉食べてるみたいな感じですね。味は焼き鳥に近いのかもしれない。よし、じゃあ目玉の部分いきましょうか。これ目玉の表面なのかな、どこの部分だろう。でも多分目玉にくっついてた部分ですね。いただきます。
ああこれゼラチン質ですね。さっき食べたあのマグロの肉の部分とはちょっと違う。コラーゲンたっぷりでお肌にいいようなそういった部分ですね。このね、なんか白い脂肪みたいな部分も食べてみましょう。これね、肉の脂身みたいな感じですね。味はもちろんマグロの味がうっすらするんですけど、なるほどね、こういう味か。この目玉にもいろんな部位があって、歯ごたえとか味が違うんですけど、やっぱり一番美味しいのはこの筋肉の部分ですね。ほんと鶏肉というかステーキみたいな、美味しいですね。最高です。はい、というわけでマグロの目玉の煮付け、いかがだったでしょうか。マグロの目玉だけっていうのはあまりね、見かけない商品だし、なかなか手に入らないもんだと思います。だから僕もね、どんな味なのかなと思ってちょっと気になって買ってみたんですけど、この肉自体はね、マグロの肉なのでとてもね、醤油に合って美味しかったんですけど、ちょっとね、脂がきつかったですね。この写真見てもらうと分かると思うんですけど、このタレの上の層に透明な層がありますよね。これが全部油なんですよ。まあでも魚の油なのでそんなに体に悪い油とかじゃないと思うんですけど、別のインターネットの記事だと、沸騰したお湯に2回ぐらいそのマグロの目玉を調理する前に湯がいてから調理するっていう人もいて、確かにこれだけ油が出ると1回湯がいた方がいいかもしれませんね。あと思ったのが、このマグロも美味しかったんですけど、このね、マグロのね、タレが美味しかった。マグロの旨味とか、このマグロのね、香りがね、この醤油に染み込んでて、で、ちょっと甘じょっぱい感じのタレで、これ何か別のものにかけたりしたら、すごい美味しいんじゃないかなって思います。またね、何か思いついたら料理作っていきたいなと思います。はい、それではお時間の方がやってきましたので、そろそろこの辺で失礼したいと思います。もしね、皆さんスーパーに行ってマグロの目玉が売ってたらちょっと買ってみてください。やっぱ食べたことないものって味とか興味湧きませんか。僕結構食べたことないものってなんかまずそうでも買ってどんな味か知りたいなっていう性格なので、はい、それでは失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。